こんにちは、ワクワクマだよ。今日は浅草にある浅草製麺所にやってきたよ。早速行ってみよう。ここでは美味しいオリジナルつけ麺を食べることができるんだ。僕は担々つけ麺と石鍋カレー味噌つけ麺を注文したよ。こちらが担々つけ麺。麺はもちもちの太麺だよ。お店一押しのつけ麺になっているこのつけ汁は辛みは控えめでごまの風味を強く感じる一品になっているよ。とっても濃厚なつけ汁に絡む麺は最高だよ。追加トッピングのチャーシューはとっても柔らかほろほろで美味しいんだ。そしてこちらが石鍋カレー味噌つけ麺。石鍋でグツグツした状態で提供されるんだ。麺に絡む濃厚なカレーはとっても美味しいよ。締めにはご飯を入れて丸ごと楽しんじゃおう。浅草駅からは少し離れたところにあるこちらのお店、お散歩がてら訪れてみてほしいな。今回は浅草製麺所を紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価、おすすめのお店をコメントしてくれると嬉しいな。じゃあ